声だけかと思ってました。ああ、はいはいはい。うん、白髪を必死に隠して。はい、はいはい、もしもし、よろしいですか、うん、こんにちは。少々お待ちください、はい、じゃあペイコさんからお願いします。はい、もしもし、おはようございます。おはようございますですからね、あの本番は、あの本番な感じでやりますので、もちろんお願いします、はい、おはようございます。おはようございます。こっちは緊張してる顔してるけど。あ、そういうことね。あ、じゃあ、けいこさん最後お願いします。おはようございます。はい、けいこさんもおはようございます。もう一度いいですか。おはようございます。はい、ではゲストさんお願いします。おはようございます。はい、OK ですね。はい。はい、じゃあ12時ちょうどにスタートします。はい、これずっとあのカメラは動いてるわけですね。はい、そうですね。はい、で今回CM のとき、後から動画載っけるときは、はいはい、この間のトークは、はい、曲中のトークは省きますけど、ええ、こっちでは流れてますので、はいはいはい、お気をつけください。はいはい、収録じゃなくてライブですか？一応ライブです。一応、はい。なので、じゃあ、休憩時間にあんまりいろいろ喋らない方がいいってことですね。聞こえちゃうってことですね。はい。それか、そうですね。その方がいいと思います。うん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 、無言。今日はこれはいらないんですね。そうですよね。じゃあ分かりました。第4金曜日ですか。第4ですね。はい、で、CM、うん、今日は CM が入らないのかな。はい。じゃあ早く終わりますね。一応 CM 振りだけはしますので、そこでこう一回音止めるうちです。立木製法、はい、はいはい、OK です。はい、OK です。はい、じゃあそろそろ行きますね。はい、オープニングから行きます。5秒前4 3 2 4 3 2 1。
はようございます。沖縄平和トーキング第4金曜日のパーソナリティの米葉恵子です。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、宜野湾市長選挙に立候補されました宜野湾市議の桃原功さんをゲストにお迎えしています。で、いろいろな市民運動でご一緒させていただいている、まあ、いわゆる、ドゥシゴア、友人の一人であります。はい。お忙しい中での沖縄平和トーキングへのご出演ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まず自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい。今、恵子さんからご紹介いただきました。まだ宜野湾市長候補ではなくて宜野湾市長予定候補の、はい、現在市議会議員の桃原功と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、あ、これだけですか今のところ。はい、はいはい、OK です。はい、最初に桃原功さんにお会いしましたのは、はい、コロナ前の2019年か2020年ですね。うん、私たち安倍政権反対集会を、うん、友人の中松のり子さんと城間由里子さんと、はい、一緒にですね、開催した時に初めてなんかお会いしたような気がしますけれども、うん、県民広場の集会ですね。はいはい、デモも参加していただいてありがとうございました。はい、はいはい、で次にお会いしたのがPFAS問題でしたかね。はい、はい、で飲み水をね供給する茶炭浄水場が PFAS で汚染されているということで、うんうん、だんだん宜野湾市の中でも問題になってきた頃ですけれども、はい、もうやはりPFAS 汚染って言いますと命とかね健康に関わる重要な問題ですからね。なんか聞くところによると中部は低体重出産が多いということで、うん、実はPFAS の悪影響として、うん、低体重出産とかですね、うん、それから妊娠中のいろいろなトラブルとか、うん、それからがんの発生とかにも影響があるっていうふうに聞いてるんですね。うんうんうん、はい、でまた体内に蓄積されても結局永久にそのままとどまって消えることがない化学物質ということで、はい、影響は大きいですよね。大きいですね。うん、はい、永遠のね、化学物質というふうに言われてますので、うん、まあ2016年から、恵子さんが今言われた県企業局茶炭浄水場から、高濃度の PFOS あるいは PFOA が検出されまして、総称で PFAS と呼んでますけど。うんうんうん、その時からずっと市議会でも、まあ、私たち宜野湾市民は 100% 茶炭浄水場からの水を飲んでますので、うんうんうん、これは宜野湾市民と茶炭町民の2つの自治体は 100% 茶炭浄水場から水を飲んでるので、うんうん、ずっと市議会であるいはその内外で PFAS 問題を追っかけています。でさらにこの2つの自治体以外にも那覇市、浦添市、中城村、沖縄市は、うんうん、約こう半数の方々が茶炭浄水場からの水を飲んでいるということで、はい、大きな影響があります。そうですね、米軍基地での、泡消火剤、それを川に流すものですから、それの影響というふうにね、言われていますけれども、私、那覇市なんですけども、はい、この間、那覇市の方に行ってですね、調査を要請したんですけども、うん、那覇市の場合は自衛隊基地からの泡消火剤による影響が大きいんですよ。うん、ですから、米軍基地といい、自衛隊基地といい、本当に沖縄県だけにも結構集中させられている状況がありますから、はい、PFAS 問題、本当にこれから取り組まなければいけない大きな問題になってきましたね。はい、もう2016年以降からずっと取り上げていますし、うん、取り組んでいるんですけども、まあ、世論を喚起するためにも毎週土曜日スタンディングをしたり、あるいはその学習会などを周知してやってるんですけども、なかなか一番のその要求は、まあ、米軍からの蓋然性が高いということで米軍基地への立ち入り調査なんですけども、まあ、これは公に市議会やあるいは宜野湾市やあるいは他の自治体も要求はしているんですけども、なかなかそのこじ開けることができていないような現状がありますね。うんうん、なんか基地への立ち入り調査も全然できていない状況なんですけども、この間の沖国大 のヘリのですあれジェットヘリですね、の墜落 の事故の
79、何年目でしたっけ20年目ですね、はい、すいません。最近いつも79年前の沖縄戦の話が出るもんですから、うん、でそれのね、記念っていうんです、なんかおかしいですけども、あそういう集会がありましたけれども、あそこでやっぱりあの地位協定が問題になりましたけれども、はい、ああいうふうにあの基地内ではなくて基地外のですね、しかもあのキャンパス内でも結局私たちが立ち入りもできなかったと、調査もできず事故処理もできなかったということがありましたね。はい、であの時も私はちょうどあの市議会の基地関係特別委員会の委員長をしてまして、うん、矢洋一当時の市長の訪米報告会が14時2時からあったんですけども、はあ、それを中央公民館で聞いてるさなか2時15分ぐらいにマスコミの方々が一斉に引いたんです、会場から。あ、これもただごとじゃないということで、私もマスコミを追って行ったら、屋内にヘリが墜落したと、まあ、当然、まあ、立ち入り要求しましたけども、まあ、海兵隊にこう押し出されて、はい、そういった現状でした。たまたま夏休みだったんですよね。そうですね、8月13日、ですからね、被害がなくて本当にあのラッキーでしたよね。私 の, あの友人 の, あのピーター・シンプソン、はい、彼もちょうど抗議してたらしいんですね、あの夏休みの間で、うん、でその時にやはりあの墜落ということで、うん、彼も非常にショックを受けてですね、うん、その後からあのいろいろ基地反対運動にも立ち上がるようになったんですけれども、うん、はい、であのまたあのあれですね、東原久夫さん、あの爆音訴訟、はい、普天間爆音訴訟団の立ち上げにも、はい、あの一緒に荒垣清涼県議ですか、はい、一緒に立ち上げに加わって、うん、今副団長を務めていらっしゃって聞きましたけれども、はい、はい、あの96年に日米合意で5年ないし7年の返還ということで、はい、本当にその時には、もろ手を挙げて喜んだんですけど、でしたね、まあ、それから数年経って、返還の兆しが全然見えずについに2004年に、ヘリが屋内に落ちるんですけども、うん、そういうさなか2002年に、うん、軍用機の爆音被害が やはりそのひどいという市民の声も多くてですね、2002年に、荒垣清涼さんとあるいはその島田善治さんとかで、爆音訴訟団立ち上げました、うん、はい、あのカデナもねひどいということで、私はカデナはもうイメージとして本当に爆音だなと思ってたんですけども、この宜野湾も爆音がひどいっていうのは FM 宜野湾を始めてから、こちらに来るようになってから分かりましたね、うん、結構ひどいですね。カデナ基地は常駐機で、あのジェット機だったり、はい、まあ、あの大型の輸送機もあるんですけども、その普天間基地は、まあ、いわゆるその海兵隊基地でヘリ基地ということで、一応コンターというのが、あの投降船がありまして、基地の南側が、うるさいで、基地の要はその滑走路の延長線上がうるさいということでコンターあるんですけども、あの何かある時にはカデナのその滑走路が補修工事など入ると、普天間基地がヘリだけじゃなくて、ジェット機だったり輸送機のその平井にもよく来るので、うるさいというのは変わらない。でまたヘリ基地ですから騒音がこう長く継続してこう聞こえてくると、まあ、特にオスプレイなど2012年以降はドドドドドってこう低周波音ってこう来ますので、嫌な気持ちになるっていうのは強いと思います。ありますね、うん、あの最近私の住んでる首里あたりも、うん、結構あのジェット機飛ぶんですけど、うん、ジェット機の場合はかなり轟音ですけども、はい、さっと行きますからね、はい、ちょっとまあ、 あのね、短時間我慢すればいいわけなんですけども、うん、オスプレイも飛ぶんですよ時々今、うん、オスプレイなんか不気味ですよね、あの音は、はい、うん、オスプレイ の飛来は結構宜野湾は多いんですか。はい、まあ24機常駐してるという形になってますので、うん、あの飛来は広いですね、うん、はい、あのレズリュートドラゴンというなどのその日米の合同訓練がありますけど、ね、はい、それだけでもやはりその、うん、
飛来は、うん、飛行はしてましたし、うんうんうん、はい、まあ、あの沖縄って本当にあの基地の問題だらけなんですけども、うん、なかなかあの解決しないので、うん、もうあまり自分たちの力で解決できないものというのはもう聞きたくないというような雰囲気がやはりあの市民県民の間でもありますよね。あの困難な問題、はい、どうしようもない問題はもう直視したくないというようなあの雰囲気がね、最近あのなんか選挙の中でも出てきたんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、私自身もその気持ちは非常によくわかるんですね、うん、誰しもそうですよね。なんですけども、やはり目の前にある以上本当は向き合わないといけないっていうのはあるかとは思いますね。はい、はい、まあ、おっしゃる通りかもしれませんけども、ただ、ええええ、その一つ希望の兆しがあったのは、うんうん、あのうるま市での自衛隊訓練場の、はいはい、そのまあ、止めたという事実もあります、うんうん、あれはやはりその、捕獲問わず、まあ、住民がうるま市民が石川の方々が連帯して、その自衛隊基地を、まあ、進出を止めたということを考えると、やはりその、ね、市民にも行政だけじゃなくて、うんうん、市民と一緒になって、返還をさせていくと。だって28年前に日米合意されてるわけですから、でずっとその危険性は隣り合わせにあるわけですから、でその諦める、もう疲れたっていう意識もよくわかるんですけども、やはりそのだって海兵隊も2024年には米軍再編で9000人が、まあ、沖縄から撤退というか移転するわけですから、それをこう迅速に進めなさいというのは、やはりその行政の長としても日米に伝えて、米軍再編をですね、で9000、まあ、3万人弱と言われるその 在沖米軍の方々の9000人が撤退すると、まあ、残り3分の2、本当にじゃ あの普天間基地必要ですか、辺野古必要ですかと強くこう問わなければいけませんよね。あの捕獲を動かしての運動となったっていうのがやっぱり成功の秘訣だったとは思うんですけど、うるま市の運動ですね、はいはい、ただやはりあのそれを動かしたのはやはり市民の力だと思うんですね。で、はい、であの頃ほらあの県議選前でもありましたから、うんうん、やはりあの市民の力が発揮できるのはやはり投票前というかですね、うんうん、そういうのもありますから、はい、なので市民がやっぱり動かないと政治も動かないということにはなりますね、うん、そうですね、ね、はい、やはりあの政治は何のためにあるかというと、やはり目の前の問題を解決するために、で社会を良くするためにあるわけですから、はい、目の前の問題を直視しないと問題は解決できませんしね、うん、はい、はい、という意味では、あのこの市議になってもう27年間ということですけれども、はい、うん、そうしますと、あの宜野湾市についてはもうすごくよくご存知かと、知り尽くしているかとは思うんですけれども、はい、うん、まあ、あの市長にもしあのなりましたら、どういうことをしたいなということで、まあ、立候補を予定しているわけですか。はい、まあ、あのキャッチフレーズ、まあ、名刺にも書いてあるんですけども、はい、市民が一番、暮らしが一番、うん、ということで、やはりその市民に寄り添う、うん、市政運営を、うん、構築して推進していきたいという、うん、強い思いです。やはりそのためにも、この普天間基地の先ほど言った、海兵隊の9000人の撤退が、移転があるわけですから、うん、それをこう日米にしっかり履行するように求めている。うん、そしてその墜落の危険性であったり、爆音被害の軽減であったり、落下物の危険性をこうなくすとか、まあ、少しでもこう減っていくということに持っていくためにもですね、まずはそのだってもう28年間私たちずっと我慢してるわけですから、うん、この基地があるがゆえに、うん、そういった先ほどの爆音被害とか、うん、そういったことだけじゃなくて、うん、時間的なロスも生じているわけですよね、うんうん、例えば宜野湾市の東側の愛知というところから大山には直線できないわけでして、うん、どちらか回るでしか行けないというのを考えると時間ロス、うん、あるいはインフラのロス、うん、たくさんの経費がかかっているわけですから、うん、静かで緑豊かな
美味しい水がある湧水もたくさんありますから。本当ですね。そういう街づくりをしていきたいですよね。静かっていうのは大事ですよね。大事ですよね。あの、はい、子育てにも物歓迎するにも、はい、やはり静かな環境がないとね、はい、おちおち物も考えていられませんしね。ワンちゃんでもネンちゃんでも、あのジェット機が飛ぶと、あの家の中に逃げますからね。実はあの私、あの私は本当猫の死体もないぐらいちっちゃい庭なんですけど、そこにヒヨドリが卵を2個産んだんですよ、うん、最近。そしてなんとあの15日の運慶の日に生まれたんですよ、ひなた。で、私たちも猫に前ね、あの3個卵生まれたのに、うん、猫にやられちゃったっていうね、すごいあの時2人ショック受けて、うん、まるで自分の子供たちを亡くしたようにショック受けたもんですから、うん、今回あの私の夫も頑張って1万円かけて、すべて猫が撃退できるようにですね、うん、やってて、でその時にね、私感じたの、ふと思ったんですよ。あ、戦争になったら人間だけじゃないなと。このヒヨドリのね、あの庭がね、一生懸命親が一生懸命産んで育てて、今一生懸命餌を運んでるんですね。もうすべて命が失われてしまうんだ、うん、だからその時初めて気づいたんですよ、うん、もう人間だけじゃないと、うん、あのね、動植物も周りにいる生き物みんなね、犠牲にしてしまうんだと、人間の愚かさで、うん、本当はあのこの周りに生きる生物もみんな 守りたいなと本当思いましたね、はい、けなげなこのあのヒヨドリたちのね、うん、この彼らも日々の暮らしがあるわけですよね、はい、それを見てて思いましたね、うん、で、あの伊沢さんはあの宜野湾市、もともと宜野湾市の方、宜野湾市で生まれたわけですか。宜野湾市普天間で生まれて、はい、普天間幼稚園小中高とずっと普天間でした、うんうん、まあ、大学だけあの県外で行きましたけど。ああ、そうですか、はい。もうじゃあ騒音にも慣れて、慣れっこになった。慣れたくないんですけどもね。ええ、慣れるなよって。はい。あの、ただ、あの、北谷町にあった、その、ハンビー飛行場っていうのがあったんですけど、そこもヘリ部隊だったんですけど、はいはい、私がその学生時代っていうのは、中学校、高校時代っていうのは、そう、うるさいという感覚は、普天間基地じゃなかったんです。ああ、と言いますか。ヘリ部隊でもあるんですけど。大体何年。やはりその、ハンビー飛行場が閉鎖をして、はい、あそこのヘリ部隊が、まあ、普天間に行って、あ、で、あの県外 の、 その海兵隊も一部の沖縄にこう来たということもあって、結構復帰後も本土からこちらに来ましたよ ね、 来てますね、岐阜とかあの辺りから、うん、ですから政治になってからうるさいっていう感覚が強くなってますね。あ、そうですか、はい、で最近はもっと激しくなって激しいですね、行政も基地政策部っていうのを設置をしていますし、うん、で国県市で宜野湾市内に8つの、騒音測定器を設置もしてますし、うん、でウェブカメラも宜野湾市で設置をしてますけども、要はそういった飛行状態の、チェックとかカメラでの、あるいはその測定器による音のチェックとかをしています。でそういったのを見ると騒音110番っていうのもありまして、はい、行政だけじゃなくて市民がうるさいと感じた時、低空飛行であったり、はい、爆音であったり、そういったことを行政に対して騒音110番を入れて、どの地域でこんだけの騒音がありますよと、うん、うるさいからどうにかしてくださいと本当に切実な声がたくさん来てるんですけども、うん、で宜野湾市はそれを、適宜、防衛省とで米軍にこういった苦情が来ているという通知をしているんですけども、うん、なかなかあの聞き入れないというか、騒音はなりやまないという、ね、なんかあの嘉手納ではあの夜間の訓練だけでもやめてほしいということをずっと、はい、あの爆音訴訟団の方では言ってきたようなんですけども、うん、宜野湾はどうですか。これ夜間もあります。それはないですね。ありますね。ああ、そうですか。あるので、宜野湾市長と、はい、普天間基地司令官の間で、うんうん、騒音防止協定というのを結んでるんですけども、うんうんうん、22時以降はあの
飛ばないでくれという協定なんですけども、うん、夜10時過ぎても、うん、夜11時でも12時でも飛びますね。あ、ここの前のね、FM 広湾のプログラムの中でもちょっと紹介した逸話なんですけども、うん、なんか長野県と宜野湾市との間で交流、長野市かな、交流があってですね、うん、小学生がホームステイをしていくというプログラム内容だったんですけど、宜野湾市の小学生が長野の方にホームステイした時に、はい、夜が静かなので、え、なんで静かなのって聞いたらこれが普通だよって言われて、思わずこの彼女が叫んだ言葉がインチキーだったそうなんですよ。本当ですよね。彼だったら彼女だったらその逸話聞いた時に、ね、笑いながらもなんか本当に心が痛んだんですね、うん、沖縄の子どもたちは夜もうるさいのが当然だと思ってしまうような環境にさせられているというね、ことがね、本当思いましたね。ということで、宜野湾市に長年では生まれ育ってですね、宜野湾市の良さ、そして、CM っていうことなので、CM の後に入っていきたいと思います。はい、で CM 何分 ?CM 一応2分なんですけど、うん、省いて後でつけますので、うん、はいはい、ちょっとしたらすぐ戻ります、はい、前はね、あっちでやって、大きなところでやってる時には CM を聞きながらやってたんですよ、うん、で今日は録画なのでカットしてできるので、うん、はい、じゃあそろそろ戻ります。5秒前4 3 2 1。はい、ということでですね、はい、先ほどの続きでですね、宜野湾市の、まあ、良さとね、ここは直したいなとかあります？皆さんはね、うん、本当に東原政権市長っていうちょっとだいぶ前の市長がいたんですけども、うんうんうん、名前はね本当によく知れ渡って、はい、水と緑の豊かな、出たての町っていう標語を作ったんですけど、まあ、先ほども言いましたように、うんうん、宜野湾市の西海岸には大山の大門畑、タルコアと呼ばれる、もう本当に湧水が豊富なんです、うんうん、まあ、大山だけじゃなくて旧、うんうん、名も中名が、うん、国指定の無形文化財がありますし、中名が、まあ、中名も今は PFAS 汚染でね、で飲めないし、そうなんです、はい、うん、そういういいところがたくさんあったと、はい、いうことですね。で、いいところはやっぱりその基地に占領されてしまいましたね。そうですね。普天間基地にしてもキャンプ付けらにしてもいいとこ通りですからね、うん、本当に中、まあ、真ん中のいいところっていう感じですからね、はい、うん、まあ、西普天間キャンプ付けらの一部は51ヘクタールが返還されて、うん、今龍大病院が、うん、まあ、開院に向けて開学に向けて準備してますけども、うん、やはり軍隊も狙うのは水が豊かなところなんですよね。普天間も金もそうですけど、はいはい、ですから今回の日米共同作戦計画でも、うん、離島奪還とかね、かっこいい言葉は並べてますけども、うん、結局水のある島にから、はい、ミサイルを打ち上げていくということ、うんうん、つまり水があるところと言いますと皆さん住まれている住民が密集してるところなわけですよね、はいはい、本当にもう先が思いやられる状態ですけれども、なんかあとですね、自衛隊の問題が最近ね、うん、クローズアップしてきてるんですよ、はい、で私ちょっと注意したいなと思うのはですね、石破さんの発言にもありましたけれども、石破さん何年前でしたか、八重山を視察した時に八重山の人たちは先盛りのような気持ちで、うん、もう住民が兵士のような気持ちで、守ってほしいみたいなことをねお話しなさってて、と思ったんです。つまり軍隊は国民を守らない、市民を守らない、住民を守らないっていうのは沖縄戦の教訓なんですけども、住民守らないどころか住民が兵隊の役割をしてくれというような内容なんですよね、うん、で今自衛隊もですね、うん、どんどん辞める方が増えている。つまりもう戦争危機の前にね、うん、これはちょっと違うなと思ってる方多いと思うんですよ。うんうん、で自衛隊員ってやはり 3.11 の時にですね、東北の大震災の時にですね、自衛隊員がいろいろ救助してるのを見て憧れて入ったような若い人たちも多いと思うんですよ。うんうん、なんで戦争
ていうふうなね、疑問を今抱いていらっしゃる方も多いんじゃないかなって、そういう純粋なあの気持ちを持って入隊した若者の気持ちを考えると、また私もいたたまれないんですけども、そうしますと、こんなふうに自衛隊が不足するとね、やはりあの戦前のように、副市長だった松川副市長が、まあ、軽率だったということで、うん、あの謝罪の答弁されたんですけども、うん、その後にもうこういったことはしないだろうと、うん、やっぱりその市民の個人情報を守ってほしいということで、うん、まあ、謝罪も していただいたんで、うんうん、そうすると数年後にやったのが提供じゃなくて、うん、閲覧をさせた、うん、自衛隊に、はい、結局提供じゃないですか、はい、情報提供ですね、まあ、閲覧をさせたんですね。だからやはりその、うん、他の自治体では、まあ、あの閲覧も拒否ることもできるんですよ、うん、市民の個人情報を守るという立場、うん、あのスタンスがありますから、うん、まあ、そういった意味ではどこを向いて、うん、その行政、ね、はい、政治をしているのかなと、うん、やはりその市民の立場を考えると市長がしか個人情報を守れないわけですから、うん、しっかり市民の立場を理解して、市政運営をして欲しいなというのは痛感しました。はい、で、あのこの間まあ、あのこれ昨年の12月に発生した事件なんですけどもね、16歳未満の少女が、うん、あの米兵に、まあ、自宅にね、連れて行かれてレイプされた事件がありましたけれども、この事件が分かったのが結局6月の25日ということで、半年間もこの事件が、つまり米兵が逮捕されて起訴されているにもかかわらず伏せられていて、玉城デニー知事に知らされたのが半年経ってからの6月25日だったということで、隠蔽、まあ、問題としてですね、あのクローズアップされたのが最近だったんですけど、あの時の日本政府の言い訳といいますか、それが個人情報保護のためね、それだったんですよ。なんですけども、また別のところでは個人情報がないがしろにされているっていうことなんですよね。ひどかったですね、はい、本当に。ただ95年 の、はい、その少女暴行事件を受けて、はい、日米はやはりそのような事件の時には速やかに、日本側に連絡をするということはちゃんとあるんですよ。それさえも履行実行できてないという、また同じようにこうやって隠蔽して、本当に許せないですね。なんか日米合意がなされているにもかかわらず、沖縄ではそれがいつの間にかないがしろにされて踏みにじられていってると、はい、無視されていくと、はい、もうこれでは私たちたまったもんじゃないですよね。何を信じていいのかが。そうですですね、はい、本当に政治が信じられなくなると本当悲しいですね。虚しい気持ちもありますけれども、でその虚しさからはなんか若者があまり投票に行かないってことも出てきてるのかもしれないですね、うん、本当はね、政治は生活に密着してるんですよ。そうですね、国会の方で法律は作られますし、うん、まあ、あと自治体は県市は条例を作るわけですから、うんうん、本当に自分ごととして関心を持っていただいて、東洋にも行っていただきたいですし、そうですよね。結局私たちの日々の暮らしっていうのは国会で政治家が決めた法律によって縛られるわけですからね、はい、なんですけども最近国会でほとんど十分な討議がなされないままに、閣僚会議でどんどん本当に怖いような法律が、うん、私たちの人権が踏みにじられているような、民主主義も守られないような、はい、そういう法律がどんどん可決されていきますね、はい、本当怖いです、はい、数の力でね、そういうことですよね。自分の審議も尽くさずに、そうですね、2021年の9月にもう実行されています土地規制法もそうですよね、はいはい、あれは戦争準備法というふうに言われるような法律ですよね、はい、特にあれじゃないですか、嘉手納宜野湾とかですね、うん、基地が密集している地域は本当にもろにこの影響を受けますよね、はい、もう特に宜野湾市なんてね、ど真ん中にあるので、はい、ええ、どこを 見渡してもその1キロ圏内に、はい、そのエリアとして入ってしまってますから、基地のですね、1キロ圏内にね、はい、そうそうそう、そうしますと土地の売買もできませんし、結局土地の、まあ、できるんですけども届け出が面倒ですよね。そう、すいません、はい、面倒ですから、
やらなくなりますよね。そうそうそう、つまりある意味あの国の管理下になってしまうような財産権みたいなものも脅かされませんか、うん、これって、うん、本当に商取引がね停滞してしまう、でやっぱりそんな めんどくさいことするんだったらもういいかとかね、はい、全然その活性化にならないので。そうですよね。それとあと最近もありましたけども、うん、あの基地周辺で写真を撮っていけないとかね、あ、はい、そういうのもありましたけども、そういうふうになる可能性もありますよね。阻害行為というふうに拡大解釈されていくような懸念がありますね。基地周辺との阻害行為をした者はあの、まあ、あの罰金とか逮捕とかですね、規定にあるわけですから。けど阻害行為ってなかなか定める分かりにくいですよね。あのですね、こういうですね、言葉の定義が本当に曖昧なまま法律がどんどん通過しているっていうのが最近の傾向なんですよ、はい、これ本当に怖いなと思います、うん、そうしますとあの定義が不明瞭ですからどんどん拡大解釈できるんですよ、はい、そうそうそう、はい、そうしますとあのなんか予期しないところで逮捕されたりですね、うん、そうしますともう市民生活が脅かされると言いますか、うん、皆さんも戦々恐々として暮らさなければいけないと、うん、ある意味これあのもう安倍政権がまあできたそのあたりからあの沖縄の高齢者が戦前に似てきたと言ってたわけなんですけど、うん、もはやもう戦前状態になってきたような雰囲気がありますよね、うん、そういう意味では本当にあの怖いなと思いますね。もう一点いいですか。はい、どうぞ。あのこの普天間基地のことなんですけど、ええ、あの2016年あたりから、基地内の新築改修工事が顕著になって、2024年までに累計で217億円私たちの税金が投入されてる使われてるという実態、やはりその96年にね、返還合意されてもう28年経ってるのにこうやってまた、工事されるっていうのはやっぱり首長として反対を本当はすべき示すべきだと思うんです。それをしないと基地の延命にしかならないですし、なんで返還決まってるのにこういうふうにまた工事あれ新築するんですかと、まあそれはずっとこう議会でこう追及というかそのように反対してください市長と進言していたんですけども、当時の先の市長は、まあ、反対することもなく結局はあの絶対の基地は固定化があってはいけないと言いながら、このような工事は許してしまっているというふうに考えると、言動不一致ですしね、それはしっかり貫いてどんな些細な小さな工事でも反対はすべきですよということをやっていきたいですよね。そうですよね。あの変換すると言いながら、あ、ここでちょっと音楽が流れます。はい、で、あの、あと15分くらいですかね、はい、15分も結構長いです。多分15分もなくて、女性 の、 あの稲葉今、女性の大臣で8つの条件がついているのであの変換は難しい。稲村智美なんだっけ、稲本智美、稲智美ではありましたね、はいはいはい、うん、で話してましたから ね、 あれね、当時の防衛大臣もしましたね。彼は彼は防衛でした、防衛大臣でその発言が出たと思うんですけど、うんうん、ちょっと見てますね。稲田ですね、ごめんなさい、稲田智美ですか。稲田智美ですね、はい、この時防衛大臣でした。うん、じゃあマイク戻しますね。マイク戻したら残り、12分ぐらいです。で私があの5分前とかあのどんどん指で表示しますので、はい、では行きます。5秒前、4、3、2、1、はい、
普天間がですね、もう返還されるかもしれないって言った時、はい、本当に私たちも大喜びだったんですよ。なんですけど、それから28年ですか。で、しかもですね、途中で、稲田朋美防衛大臣の発言がありましたね。はい、8つの条件がついているので、返還は難しいと、困難であるみたいな発言があって、私これ、またさらに日本政府が表現を変えましたよね。普天間返還って言わなくなって、はい、普天間の危険性除去と言い換えた時点で私は、あ、これはもう返還しないつもりだなと思ったんですよ。もうね、ですけども、いまだにね、返還をね、言い募っている、また沖縄の政治家もいるわけで、もう少し本質を見てほしいなと、今何が起こってるのか、状況を見てね、判断しないといけない時期に来てるんだということを、政治家はやはり、やっぱり嘘を言っちゃいけないなと。国民騙したり市民騙したりしてはいけないなと思うんですよ。本当に返還できるのかどうか、それもね、見極めないといけないんですね。それをこうね、できるような形で何でもかんでもこう押し付けてくるのは、そういう意味では東原さんがおっしゃったように、小さなことにね、諦めないで、小さなことにやっぱりクレームをつけていかないと、はい、大きなものがどんどん押し付けられてくるんですよ。もうこれぐらいいいだろうと思ってたら大きなものになってしまうんですね。それでもう難儀ですよね、いちいち言ってくのも。でもその ね、そういうエネルギーが私たち市民に必要だということですかね。まあ難儀ですけども、やはりそのここで生きて生活をしているわけですから、やはりそのいい環境を、勝ち取るためには声上げていかないといけない、うん、まあそれはもう、はい、難儀でも頑張っていくしかないです。そうですね、本当ですね。そこで諦めたらね、なかなか厳しいものがあるので、もう諦めたら奴隷根性になりますからね、うん、はい、とある素直さんね、うん、弟さんも友人なんですけども、うん、なんか英語関係なので、うん、で彼曰く久保さんの性格ってタンチャータンチャーなんだけども、うん、いいところはすごく真面目、生真面目だと、うんうん、いうことで、私もタンチャーなんですけどもどうですか、ご自分の性格は。自分では自分のことなかなかね、分かりにくいですよね。まあ人から見ればタンチャーのとこもあるでしょうし、あんたなんか怒ったことあるのと言われたこともありますし。あ、そうなんですか。人によっては、うんうん、それは私の対応が違うんですかね。家族だからこうやってすごいパッパッパッとこう、タンチャーになってるのかもしれませんねでも生真面目っていうのはね、よくわかるけど顔にも現れててあ、そうですか、はい、なんかいつもなんか真面目そうにね、こう深刻になりすぎるぐらいの顔をしたりしていたりしますけども、まあね、他に何か自分でこういうところを出していきたいとありますか、こういう良さを、自分の中で出していきたいなと、これから。そうですね、まあ我以外みなしと思ってるので。ああ、これ大事なことですね、はい、まあ小さいね、お子さんであっても、あるいは高齢者であっても、まあ、ちゃんとこう向き合ってお話はしているつもりなんですけども、はい、一人一人を大事にということですね、はいはい、一人一人から学びたいと。そうです、これ大事ですよね、はいはい、ではですね、もうそろそろお時間になってくるかと、あでも結構時間ありますね、なのでもう少しお話ししていきたいんですけども、はい、何か付け加えて言いたいなとか、うん、思ってらっしゃることありますか。まあ実は明日ですね、ええ、私の政策を発表するんですけども、まあ、それでこう、はい、今日もずっとこう詰めていたんですけども、やはりその市民が一番、暮らしが一番ということをキャッチコピーにこう向かって戦っていくつもりですので、まあ、そういった意味で市民ニーズをしっかりこう捕まえて、何が一番こう市民に寄り添う政策なのかと。いわゆる例えばですね、今4つのゼロっていうのをこう検討してるんですけども、まあよく言われる給食費の無償化、あるいは高校生までの医療費の
無料化、うん、で、保育料の無料化、うん、そしてもう一つは、うん、その0歳児から、うん、未就児学児までの国保税の無料化というのをこう検討してまして、やはりその賃金はなかなか上がらないけども物価はどんどん上がっていくと、で収入はなかなかこう増えないというのを考えると、本当にあの厳しいきついあの生活をされている方々もこうよく聞こえてきます。そういった意味ではあの市でできることはしっかりこうサポートしていきたいなというのを考えています。でもう一つはあの労働者の方々のそのお給料を少しでも上げたいと、で行政ができることとして公契約条例っていうのを制定していきたいなと、まあ、公共事業の入札において、よくあの多分恵子さんも聞いたことあると思うんですけども、大和の賃金と沖縄の賃金が外開きがあると、でやっぱりその沖縄の場合にはその中抜きというのがされてるんですけども、これをその宜野湾市が発注する公共事業において、まあある程度簡単に言うと法律化して、あの沖縄県実はこれ公契約条例やってるんですけども、理念型となってるためになかなかそのきちんと守られてないというのがあって、それを理念型から少し進化をして実効性のある公契約条例というのを制定して、うん、というのもやはりその公共事業に携わる方々というのは土建業建設業というのは裾野が広いですから、いろんなその波及効果も、出てくるだろうというのを考えると、それを制定して少しでも労働者の方々、うんうん、でもちろん企業が会社も損をするんじゃなくて、うんうん、その得をするような公契約条例を制定、うんうん、できたらなというふうに考えています。うんうんうん、もうあの防衛費をこれから4倍にしていくっていうことになりますと、ますますこういうふうなあの福祉関係とかですね、市民のためのお金、税金の使い道が閉ざされていきますよね。はい、さっきの普天間基地内のその工事費、10年間で約217億、年間平均にして20億弱ですよ。20億もあったら小学校も3つ4つ作れます。はい、自治会公民館もすぐ10個ぐらい作れます。そうですね。うん、であの結構あの政治家の方には形にして見せないとと思って、うん、すぐ建物作るタイプの人がいますけれども、箱物ですね。なんですけど、箱物って作ったら今度は維持費が大変なんですよね。でそれよりも目に見えないあの子どもたちとかね、あの市民の福祉、はい、それに本来はね力を注ぐべきですよね。はいはい、であのなんかあの聞きますと、これも弟さんからの情報ですけども、ギターも得意でピアノも弾けるそうでこうリラックスしてそういう時間ありますか？今全くないですね。あ、全くない。ただ昨日そのようなそのプライベートビデオを撮りたいという方がいてですね、私たちのスタッフなんですけども、昨日、まあ、そのような運動が終わって、夜、まあ、あのある場所に行ってちょっとビートルズを弾いて、あのちょっとこうプライベートビデオを撮ってもらいました。うん、はい、いいですね、ピアノ。すっきりしました。そうですか。はい、ではもうそろそろ本当に最後になってきますので、そうですね、最後になってきています。はい、3、4分はまだあるそうです。で、あの、ここでちょっとご家庭のお話をしていきたいなと思って、あの、お母様は、なんか、あの、小学校の先生をなさっていたということ でしかもあの専門は社会科の先生だったということで、はい、あの政治界に入られたのはやっぱりお母様 この影響とかは大きかったんですか？最初は、うん、あの96年の日米合意が5年内7年の返還と、うん、でその時私はあの商売してまして、議員の前は、うん、この米語通り、今ヒルズ通りっていうんですけども、そこであの事務機販売の会社とパソコン教室をやってたんですけども、これからその普天間の街づくり、本当にあの、ね、夢と希望を持ってっていうことで、そういう矢先に、まあ、なかなか返還しないという実態があったので、で当時あの普天間3区に議員がいなかったので、ね、押し出されて出てくれということ で出て、この普天間の街づくりというのを本当にしたかったんですけども、一向に変化されないので、
でですね、小さい時の家族は大きな選挙になると、うん、ミートンダ両親のこのミートンダを描いてもらうんですよ。ある、よく聞きますね。はい、一方は屋良朝苗さんの声、うんうん、父は例えば西部淳二さんの声とかですね、うんうんうん、そういうのを見てきたんで、うんうんうん、どうしてもなんかあの母親の味方というか、うん、そういう影響はあったと思います、うんうん、はい、どういう方でした？母ですか、はいはい、厳しい母でしたね、うん、まだお元気だそうで。あ、おかげさまでもお元気ですね。あ、90… とてもありがたい、助かってます。90歳以上になる、今 89? あ、89歳ですか、はい、あ、はいはい、もうあの沖縄戦の体験もなさってるの で、 そうです、ね、平和が一番ってことですよね。プライス韓国の時もデモ行進してたらしい。あ、そうですか、はい、本当にあのこういうあの沖縄戦体験して、戦後 の、 あの米軍占領下も体験してきたあの私たちの先輩っていうのは、あの知識よりも体でもう分かってるから、うん、あのいろいろ説明しなくても分かるんですよね、うん、今の状況がどういう状況なのかとかですね、はい、自分たちはどうしなければいけないのかということをね、うん、本当に分かってらっしゃるなという感じがあります、うん、そういう意味では私たち本当に先輩たちから受け継がないといけないですね。そうですね。そういう体験に裏打ちされた平和への思いというものをですね、うん、で私たちのこの、番組をですね、沖縄平和トーキングということで、うん、やっぱり平和をキーワードにしていまして、はい、やはり、生活いろいろ向上すべきだと思うんですけど、平和なしには暮らしは成り立たないんですよね、はい、で今、沖縄の平和そのものが脅かされていて、また再び戦場になるということを平気で言うような、沖縄を戦場にするということを平気で言うような日米政府ですから、はい、もう本当に怒りでですね、これに抗っていく私たちじゃないと、うん、なぜ私たちがこの戦争で死ななければいけないのかと本当思いますよね、はい、絶対にあの平和を守ってですね、沖縄を守っていきましょう、はい、まあ、一市民ではありますけれどもね、いえいえ、同じ県民としてね、はいはい、頑張りましょう、頑張りましょう、はい、今日はありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました、はいはい、ということでですね、第4金曜日突然にね、うん、ゲストとしてお招きしましたけれども、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、お名前をちょっと東丸勲でございます。ありがとうございました。